動車はタイヤだけで支えられています。自動車の動きはすべてタイヤを中立ちにしているのです。タイヤは一つの部品でありながら次の4つの機能を持っています。車両及び積み荷などの重さを支える、車両を発進させる時の駆動力、停止させる時の制動力を路面に伝える、路面からの衝撃を和らげる、車両の進む方向を自由に変える、これらの機能を十分に果たすためタイヤにはいろいろな特性があります。車両が停止している時の静的特性と走行中の動的特性です。この特性がよく分かっていると、なぜすり減ったタイヤを使ってはいけないか、なぜ空気圧を管理しなければならないかということを正しく理解することができます。それではタイヤの特性について順を追って学習してみましょう。まずタイヤの静的特性から考えてみましょう。空気を入れたタイヤに荷重を加えるとタイヤは変形します。この場合、縦方向、つまり高さの変形量を縦たわみ、横方向の幅の広がりを幅たわみと言います。たわみは荷重が大きいほど大きく、同じ荷重であれば空気圧が低くなるほど大きくなる性質を持っています。縦たわみはタイヤの機能のうち衝撃を和らげるのに必要な特性です。あまり大きすぎたり小さすぎたりすると他の特性に影響があるので、JISでは荷重に見合った空気圧を規定しています。また幅たわみはタイヤ特性への影響はそれほど大きくありません。しかしバスやトラックで副輪として使う場合、タイヤ同士が接触する心配があります。このようなトラブルを防ぐためにJISでは2種類の副輪間隔を設けています。タイヤに縦方向の荷重をかけておき、さらに横方向にも荷重をかけるとタイヤは横に変形します。この時の変形量を横たわみと言います。このたわみは実際に走行している時に関係の深い特性です。あまり大きいと車の動きが不安定になり運転しにくくなります。タイヤのたわみを数値で表したものにバネ乗数があります。タイヤを1ミリメートルたわませるのに何キログラムの荷重が必要かを計算し、キログラムパーミリメートルで表します。バネ乗数は縦たわみ方向の縦バネ乗数、横たわみ方向の横バネ乗数に分けられます。縦バネ乗数が小さいほどタイヤがバネとして柔らかいことになります。そのため路面からの衝撃をよく吸収し乗り心地は良くなります。反対に大きいほどゴツゴツした感じになります。横バネ乗数のことを横剛性とも言います。横剛性の大きいほどレーンチェンジをしたり横風を受けたりしてタイヤに横向きの力が働いても安定した走行ができます。横剛性が小さいとカーブの時など車体がローリングしやすくなります。次にタイヤの動的特性について考えてみましょう。まず自動車が走るときにどのような抵抗があるか考えてみましょう。第一に空気抵抗が頭に浮かびます。自動車の車体は空気抵抗ができるだけ少なくなるように形作られていますが、高速になると空気抵抗はかなり大きくなります。他にエンジンから車輪まで動力を伝えるクランク、トランスミッション、デフレンシャルなどの機械的な抵抗、またタイヤ自体の転がり抵抗があります。転がり抵抗は空気抵抗より小さいのですが、時速 100km では全走行抵抗の約 25% にもなります。一体この転がり抵抗は何によって起こるのでしょうか。
3つの要素に分けて説明しましょう。第1はタイヤ自体が受ける空気抵抗です。しかしこの空気抵抗は転がり抵抗のうちわずか1-3%です。特に低速で走るときはほとんど考えに入れなくても良いくらいです。第2はタイヤが接地するときの滑りによる摩擦エネルギーの損失があります。これは路面とタイヤとの摩擦ですから、路面状況やタイヤの種類によっていろいろ変わります。舗装道路で 5-10% 程度などで、あまり大きなものではありません。タイヤ構造で見ると、ラジアルタイヤとバイアスタイヤでは設置の形が違っており、ラジアルタイヤは四角形に、バイアスタイヤは中央のくびれた楕円形になって滑りやすい形をしています。実際にタイヤを1回転させて進んだ距離を比べてみても、ラジアルタイヤが長くなり、それだけ滑りの少ないことがわかります。そして最後に転がり抵抗の一番大きな原因を説明しましょう。タイヤは走行中に設置するときはたわみ、離れると元に戻る運動を繰り返しています。その時にエネルギーの損失が起こります。これをヒステリシスロスといい、転がり抵抗の大部分を占めています。このヒステリシスロスの多くはタイヤ内部で熱エネルギーに変わるので、タイヤの温度は上がります。トレッドパターン別に転がり抵抗を見ると、リブ型タイヤが一番少なく、ブロック型やスノータイヤが大きくなります。またタイヤのたわみが大きいほど、回転が速いほど転がり抵抗が大きくなると言えます。以上のようにタイヤの転がり抵抗に影響する要因としては、まずクッシング運動による熱エネルギー損失に影響するタイヤ構造、材料が主力で、その他速度、空気圧、路面状態などが挙げられます。走行中のタイヤは接地面ではたわみ、離れると元に戻る運動を繰り返します。元に戻るとき、タイヤにはわずかな時間的遅れが生じますが、回転速度が遅いときには元に戻る余裕があります。しかし回転速度が速くなると、完全に元に戻らないうちに接地するため、無理な力がかかり、接地部の後ろに波ができるようになります。これを波打ち現象、スタンディングウェーブと呼んでいます。スタンディングウェーブが起こると、タイヤの転がり抵抗は急激に増加し、そのためにタイヤ内部の温度も急上昇して、タイヤは破壊してしまうので非常に危険です。スタンディングウェーブはトラックやバス用の空気圧の高いタイヤやラジアルタイヤでは起こりにくいのですが、バイアスタイヤではおよそ時速 150km で起こり、条件の悪い時にはもっと低い速度でも発生します。このスタンディングウェーブを防ぐには、高速走行に適したタイヤを使うこと、高速走行時には空気圧を乗用車の場合 0.2-0.3kg/cm高くすることです。タイヤの制動特性は自動車の安全性につながる最も重要な問題です。走っている自動車を止めるということは、ブレーキによって車輪の回転を少しずつ遅くし、タイヤと路面との摩擦によって行います。したがってタイヤと路面の間の摩擦力は自動車の性能に大きく影響してきます。摩擦の大小を比べるには、摩擦係数という尺度が使われます。その値が小さいほど滑りやすいことになります。摩擦係数は路面の状態、タイヤのパターン、構造、使用条件、例えば速度、荷重、空気圧などによって違ってきます。私たちは乾いた路面より濡れた路面、さらに雪道の方が滑りやすいということを経験で知っています。それをタイヤと路面の摩擦係数、路面状態、
速度の関係で表したのがこの表です。速度も摩擦係数に非常に関係があります。乾いた路面において毎時50から100キロメートルぐらいでは摩擦係数はあまり小さくなりません。しかし濡れた路面で毎時100キロメートルの速度になると摩擦係数は 0.2 ぐらいまで低下してしまいます。これは低速での雪道と同じ程度で、濡れた路面を高速走行することがいかに危険であるかお分かりになるでしょう。またブレーキを操作してから停止するまでの距離を制動距離と言います。制動距離はブレーキをかける直前の速度の時乗に比例し、摩擦係数に反比例するという法則があります。例えば毎時 50km の速度の時 15m で停止したとすれば、毎時 100km になると制動距離は2倍の 30m ではなく4倍の 60m になるわけです。もう一つ、タイヤの摩耗も大きな問題になります。タイヤのトレッド面に溝やカーフがあるのは路面の水を取り除ける役目をしています。この溝やカーフが減ってくると、この役目をしなくなり、スリップしやすくなります。実車試験でタイヤのトレッド面の溝深さと制動距離の関係を速度を変えて調べてみると、このようになります。まず乾いた路面ではトレッド面の溝深さが少なくなっても制動距離はあまり変わりません。丸坊主のタイヤでも乾いた路面を走っているだけならスリップの心配は少ないわけです。ところが濡れた路面では摩耗が 60% ぐらいまで制動距離は新品タイヤとほぼ同じですが、それ以上摩耗すると距離は急激に伸びて、全摩耗になると非常に危険な状態になります。速度が速くなるとこの傾向はなおはっきりしてきます。高速走行時では TB タイヤ 3.2mm、 LT タイヤ 2.4mm、 PC タイヤ 1.6mm の溝深さ以下では使用しないことと安全基準で決められているのは、この結果をもとにしているのです。いずれにしても濡れた路面を摩耗したタイヤで高速走行するのは大変危険であることをよく知っておかねばなりません。次に、水のたまった路面を高速で走るとき、タイヤと路面の間に膜ができて、タイヤが水の上を滑るようになります。この現象をハイドロプレーニングと言います。それを説明すると、速度が低いとき、タイヤは路面の水を完全に押しのけることができます。次第に速度が高くなると、接地面の前の方から水の層がくさびのように入り込み、水の力でタイヤが半分浮き上がった状態になります。さらに速度が上がってくるとタイヤは完全に浮き上がってしまいます。この時ハイドロプレーニングが起こったことになります。これを厚いガラス板の上にタイヤを走らせて、それを下から見てみましょう。低速ではタイヤの形がはっきり見えており、完全に設置していることがわかります。速度が高くなるとタイヤの形がぼやけてきて、ついには見えなくなり、タイヤと路面との間に水が入り込んでいることがわかります。ハイドロプレーニングが起こると駆動輪はものすごい勢いで空転し、駆動されていない車輪は止まってしまい、滑走状態となり、ブレーキもハンドル操作も効かなくなり、自動車は全くコントロールできなくなってしまいます。ハイドロプレーニングが起こる原因は、自動車の速度、水の深さ、タイヤの溝深さ、空気圧などいろいろあると言われます。したがって、濡れた路面を走行するときは、速度を落として走ることが肝心です。
ハイドロプレーニングを防ぐ方法としては、摩耗したタイヤを使用しないこと。空気圧は 0.2 から 0.3 キログラムパー平方センチメートル高めにすること、排水性の良いタイヤを使用することなどがあります。コーナリング特性とは、カーブを曲がるときにタイヤがどのような性質を持っているかということです。物が回転すると遠心力といって、回転の中心から外側に向かって強い力が働きます。自動車が旋回するときにも外へ飛び出してしまう遠心力が働くため、それと反対向きの求心力が必要です。この求心力はタイヤと路面の間で作り出されるのですが、自動車がカーブを切るためには、自動車の進行方向に対してタイヤの方向を曲げ、タイヤを横滑りの状態にしなければなりません。この時、自動車の進行方向とタイヤの方向との角度を横滑り角、またはスリップアングルと言います。タイヤが横滑り状態になると、遠心力に対抗する力とタイヤの進行方向に対するズレを戻そうとする力が出てきます。それは自動車の進行方向に対して直角の向きのコーナリングフォース、進行方向と反対の向きの転がり抵抗、それとズレを元に戻そうとするセルフアライニングトルクの3つの要素で、それらをコーナリング特性といい、操縦性能に大きく関係します。コーナリングフォースはどのような要因で変わるのでしょうか。カーカスの構造、扁平比、トレッドのゴム質、パターン、荷重、空気圧、路面状態などいろいろあります。例えばラジアルタイヤとバイアスタイヤでは、ラジアルタイヤの方がコーナリング特性が良いと言われます。これはラジアルタイヤが横滑り角の比較的小さい時、つまり日常使われる範囲の2から4度の時のコーナリングフォースが大きいからなのです。旋回半径が同じであれば、コーナリングフォースが大きいほど高速で走ることができます。また同じ半径、同じ速度で旋回する場合には横滑りが少ないので、ハンドル操作が小さく運転が容易になります。つまり直進走行中に横から突風を受けても、わずかなハンドル修正で元へ戻せるので、安定した走行ができます。自動車の振動や騒音にタイヤの均一性というユニフォミティが原因となるものがあります。このタイヤユニフォミティの狂いによる振動や騒音は、自動車の足回りやボディの振動特性にも関係しています。タイヤが直接関係している振動源はこのように分けられます。タイヤはゴムや繊維などで作られていますから、ある程度の不均一は避けられません。その一つが重量の不均一です。これには静的アンバランス、すなわちスタティックアンバランスと動的アンバランス、ダイナミックアンバランスがあります。静的アンバランスとは、タイヤをホイールにセットしてよく回るシャフトに取り付けると、タイヤの重い箇所は下になります。この重さの違いのことです。また動的アンバランスとは、タイヤのアンバランスがタイヤを支えている中心軸から外れている場合、これを高速回転すると、この軸にすりこぎ運動をする力が働き、タイヤに左右の振動を発生させる状態を言います。動的アンバランスがあると横振動が発生して、ハンドルシミーなどの原因になります。
タイヤ寸法の不均一は触れを招きます。一般に縦方向の触れを縦ブレ、横方向の触れを横ブレと言います。これは自動車の振動やハンドルブレの原因になります。こうした触れは使用中に発生した変摩耗、部分修理、リムが深淵でない場合、リム組の時の環合が不完全な場合などの時にも発生します。このようにタイヤに一定の荷重がかかるようにしてドラムにかけタイヤを回転させます。この時タイヤの回転にドラムからの反力、つまり荷重の変動が現れます。この変動はタイヤ各部分の硬さに差異のあることによって起こります。路面を走るときタイヤは回転しながらバネとしての働きをしています。タイヤ自体に硬さの不均一があるとバネ作用に強弱ができてきて路面からの反力に変動が生じます。これをフォースバリエーションと言います。縦方向の変動をラジアルフォースバリエーション RFV、 横方向の変動をラテラルフォースバリエーション LFV と呼んでいます。ラジアルフォースバリエーションは触れと相関関係にありますから、触れの修正と同じ処置を取ることで解決できます。重量上、寸法上では問題がないのになお振動が止まらない場合は剛性の違いと見ることができます。タイヤ製造工程の最終段階でユニフォミティマシンによって検査されますから、このような問題は激減しています。タイヤのアンバランス量がある程度以上に多いと操舵系にシミなどと呼ばれる振動現象が生じ、乗り心地が悪くなったり不快な騒音、変摩耗の原因となります。しかしこれらの影響は単にタイヤのアンバランスによるものばかりでなく、ホイールや自動車の懸架装置、操舵系の構造や性質などによっても起こりうるものなので留意する必要があります。走行中、自動車から発生する騒音にはいろいろな音源があります。比較的大きなものとしてエンジン、排気系、冷却ファンなどとともにタイヤも挙げられます。タイヤの場合、自動車の性能や運転方法、地形、道路の状態、天候など多くの条件に左右され、一概に限定することは難しい問題です。しかし環境衛生に関わりの深い問題なので十分留意する必要があります。自動車が走行している際に発生する騒音のうち、タイヤが直接関係するものはタイヤ自体から発せられるものと、タイヤが過震源になっている間接的なものとに分けられます。以上でタイヤの特性その1を終わります。